富士見橋より上流方向、坂川の水源とされる野の下水辺公園坂川は千葉県を流れる江戸川水系の河川。北千葉道水路の一部としても使われている。流れ山市と松戸市、市川市の山市を流れ、江戸川に注ぐ。下流には柳原水溝がある。昔はよく洪水が起きていた。途中では六県川などと合流している。 流山市のの下二丁目付近に水源を発し、南に流れる。上流では、数多くの水路から水を集める。富士見橋付近で西に流路を変え、支流の富士川と合流する。富士川との合流点から、松戸市横須賀付近まで、この川が流山、松戸の市境となっている。松戸市横須賀付近で、坂川と新坂川に分かれる。その後、 松戸市小金付近でまた分流し、多くの水は坂川放水路を介して江戸川に注ぐ。本流坂川は放水路と分離した後南に流れる。そして多くの支流と合流し、また分離する。その後何本かの放水路で再び水を江戸川に流した後、さらに松戸市を南下する。そして市川市河野台三丁目で本流が江戸川に注ぐ。 全長は1 6キロメートル。坂川は、昔は、逆さ川といい、沿岸は、沼が点在する、足の生い茂る、低出地であった。坂川では、1692年の、神殿開発により、沿岸に神殿ができた。逆さ川は、それらの神殿に、たびたび洪水を起こし、3年に一度収穫があればよい、程度の不作ぶりであった。 新田で席を高くすると上流が洪水になってしまい、そのための争いも起こった。1781年、上里名主の渡辺正左衛門厚房が河野大下までの屈作を初めて幕府に請願し、1801年に幕府が視察に訪れた。しかし、下郷七香村が反対し、結局その請願は保留となった。1812年に、 渡辺正左衛門厚草が死亡し、翌年、渡辺正左衛門の時に一本橋から松戸塾までの掘作が開始された。しかし洪水予防の効果がなく、さらに、河野台下までの掘作の請願までも繰り返したため、下郷七家村との対立は続いた。1833年、渡辺正左衛門が河野台下までの掘作の測量を開始したが、これに反対する。 下郷七河村の村民が反対のため浅間山,山に立てこもり争いとなる。それが飛び火し、古にし村から測量に来た百姓に死者まで出る事態となった。見かねた、武行所の調停により、1835年から河野大下までの掘削が開始された。これにより、洪水被害はやや収まった。1909年に、日の口に蒸気機関の当時、 東洋一と言われた排水機場が作られた。また、1932年より新坂川の掘削が開始され、坂川を排水、新坂川を用水として機能するようになり、現在に至る。坂川には数多くの支流が存在する。以前は水質が汚かったが、現在は BOD が5から7程度と綺麗になりつつある。そのため確認される魚も増えていて、 メダカやアユなども確認された。現在は40種類ほどの魚が生息している。坂川では、毎年ゴールデンウィークの時、坂川の清流化を願い、坂川に清流を取り戻す会が中心となって、350匹のコインのぼりをあげる。これは、平成6年から行っており、坂川坂川放水路松戸し小金、ね、関の橋の下流より分岐し、 松戸水門の下流で江戸川に合流する。柏市や流山市の北部からも集めるため、流域面積は広い。新坂川をきれいにする会松戸市ホームページ。坂川の歴史と文化家康は吉宗の誤り。坂川の昔と今セリュールネッサンスに、江戸川、坂川地域協議会2007年3月14ページ。江戸川と坂川の周辺。 国土交通省関東地方整備局、江戸川河川事務所。2020年9月5日閲覧。流水保全水路江戸川河川事務所。国土交通省関東地方整備局。www.ktr.mlt.go.jp i。2020年9月4日閲覧。清流ルネッサンス2、江戸川、坂川より松戸市ホームページ。坂川小登り。 ありがとうございます。